エナード・ニモイは、アメリカの俳優、映画監督。1972年頃に撮られた写真2011年のフェニックスコミコンにて、バルカン人のバルカン式挨拶を行っている、マサチューセッツ州ボストン出身。ユダヤ系ロシア移民の家庭に生まれる。8歳の時、ボストンのボーディン劇場で、映画、ノートルダムのセムシ男を見る。そこで、チャールズ・ロートン演じるカジモドに、 感情移入をしたのが役者になるきっかけだったとしている。後にボストンカレッジを中退してカリフォルニアへ移り役者として生活するようになる。キッド・モンク・バローにで映画俳優として主演デビューする。アメリカの SF テレビドラマシリーズスター・トレックに登場するバルカン人ミスター・スポック役の俳優として有名である。スター・トレック3・ミスター・スポックを探せ。 スタートレック4故郷への長い道では監督、スタートレック6道の世界では原作、制作葬式も務めている。スパイ大作戦では第4シーズンと第5シーズンにグレート・パリス役でレギュラー出演もしている。TV シリーズ以外の作品としては1978年の SF ・ボディスナッチャーでの出演が知られる。優れた演技者でもあり、監督としても 数多くの作品でメガホンを取った。2010年4月21日、俳優業引退を発表したが、2011年のトランスフォーマー、ダークサイドムーンで復帰した。また、テレビドラマ、フリンジの第4シーズン最終話などにもゲスト出演している。2013年に公開されたスター・トレック・イント・ダークネスが最後の出演作品となった。2014年、 30年以上喫煙をやめていたが、慢性閉塞性肺疾患と診断されたことを、ツイッター上で表明。2015年2月19日、同疾患による胸の痛みが原因で、ロサンゼルス市内の病院に搬送され、同月27日に COPD のため自宅で83歳で死去した。最後のツイートは、A Life is Like, A Garden, Perfect Moments Can e Had, バットのトップリザーブド、エクセプトインメモリー、ラップだった。ユダヤ系、ウクライナ系アメリカ人のニモイは2度の結婚歴があり、1954年に女優のサンドラ・ゾーバーと結婚、アダムニモイとジュリーニモイを設けたが、1987年に離婚した。1988年に映画監督、マイケル・ベイのいとこで女優のスーザン・ベイと再婚した。 息子のアダムは後に監督となった。1980年頃に開催されたスタートレックコンベンションのサイン会にて、ありがとうございます。